今日のヘアスタイルいいですね。ちょっと女っぽくしてみました。いや嘘ですよ。違うんですか。そんなに良くないです。僕はポニーテールが好きですから、僕はポニーテールが大好きなんですよ。大体がポニーテールでパシッパシッパシッ。もうそれはいや、ポニーテールでベッドの横に座って僕が横に寝ててパワッとこれが好きなんね。いや、ひまさんに言うと、いや、ポニーテールって言ったら私あの人の記憶があるのよ。誰ですか。暮らしの手帳ってね。もう僕たちも知らない話題をしないでください。いや、今でも出てるわよ、あれ、あの雑誌。それ終戦後からも出てる雑誌なの。未だに続いてんの。そうです。そこの昔の編集長で、その暮らしの手帳を起こした人が有名な花森康二っていうおじさんでさ、あのこういうどっちかというとそんな話聞きたくない。ほら、暮らしの手帳の創刊から聞きたくないです。いや、それを作ったそのおじさんがポニーテールだったんですか。ポニーテールだったの。え、そうよ。はぁ、そんなこと思い出してもらって僕たち分かんないから。皆さん一つよろしくお願いいたします。ポニーテールって何それ。え、ポニーテールって何。頑張れよ。ポニーテールって知らないですか、マッペさん。何ポニーテール。何やのてか、ポニーいいの。何がポニーがいいのなの。ポニーズ、あんたまたプーって笑って。いやいや、 今のポケットやったさんまちゃんやな。顔して。何やの。ポニーって小馬でしょうがな。馬でしょ。テールって尻尾でしょ。テール。ああ、テールスープ。さあ、それではね、まあ話したらキリがないですからね。今日も美人でね、ねえ、ストライプがこういうだけ似合うって日本にいっぱいおるね。何やそれ。それあんた怒ってどうすんの。ストライプが似合う人少ないよ、本当に。まあマジで大男とあんたぐらい。本当にいい、原さん素敵、もう素晴らしい。うわぁ、元気のいい味。味じゃない。なんか生きのいい味みたいな。もう、あ、ごめんなさい、ちょっとぐらい僕たちの会話で笑ってよ、あなた。笑いました。笑いました。いっぱい笑いました。あ、そうか、ありがとうございます。はい、いえいえ、田中陽子さん、どうぞ。歌手でいらっしゃるんですか。はい。これはあのなんていうんですか、あの売るポイントなんですか、チャームポイントですか。違います。あ、違うんですか。星とぶつかって気がしたんです。カメさん、違うの。違う美輪さんが。いやー、うわーねえ。なんか出てますよ、なんか。まあ、ほんとポニーテールはいいよな。なんか出てますよ。歯。歯出てますよ、歯。俺は歯が出てるって分かんないの。親も兄弟もみんなこんな歯やから。今日はきっとね、このコーナーずっと君に僕は冷たいと思う。いいですよ。いいですよ。開き直ってどうするの君も。いいですよ。おい、どんな歌を踊ってるの。教えないな。えらいやな。口が裂けても教えられない。聞きたかないよ。じゃあ言いたくないよ。おお、言うな言うな。いや、まあ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 ゲストなんだから。君ほいでこれ似合わないよ大体が。まあ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 。お前に言われたんだよ。お前。お前。おい、よう言うたな。いや、まあまあ、今後芸能界でまあまあまあ何回か一緒になるやろうけども、その度にまあまあ俺はどれだけの男かっていうことを。そのうち。はいはい。吉本の新人さん。え、吉本の人。知らないです。ホリプロです。あ、ごめんなさい。ホリプロ。ごめんなさい。ホリプロだって面白いんだもん。え、ホリプロで何目指してるの。歌手です。歌手。それであの今歌ってる歌は聞きたくないよ。さあ、当たった方には金太焼き、そしてユニークなお答えの方にはこちらの金の3番を差し上げます。いつも方が覚えてる。そしてトップ賞を取った方にはですね、日本テレビ名物番組でちょいゲームで一つ選んでいただいて、その番組にゼロ日でも出ていただきます。結構いい番組それでも来ましたからね。はい、もう無理してるんですから、素直に出ていただかないと。もうこれ無理してるんですか。結構みんな無理してるんですよ。喜んでいただこうと思って。あ、そうですか。はい、いやでもその原さんがね、一人嫌がるからね。嫌がってないじゃない。出たもんちゃんと。いや、そんな出たもんちゃんとってなんか俺らが無理から出したみたい
ないの、そんなことない、ねえ、いやブルーが本当に似合いますよね。ありがとうございます。また本気にしてるよ。素直なんだもん。ごめんなさい。今日またすごい吉本興業から一人呼んでますから。どうしてそんなさんまさんの前でこんな人ばっかりっていう、なんか呼ぶみたいよね。ねえ、なんなんでしょう、不思議です、ね、今日は女性、はい、吉本の代表する美人マネージャー、お、出てきてびっくりしちゃダメよ、美人美人、はい、ザ、この方です。問題児の登場です、どうぞ。はい、お入りください。今井美樹さん、え、違う買わないとか。まあかけて。どうぞ。はい、元私のマネージャーなんですけどね。一番最初は桂さゆりさんについてらっしゃって。はいはい、それで二人目は僕ですよね。川野由美子ですね。31歳独身。あら。長崎のね。ザボンで2回ぐらい頭打ったことがあるという血液型 B 型、これがわざわざしてますよね。そしていろいろ同志社大学出て吉本興業、はい、趣味加えたの。こんな風に見えないですよ。すごく清楚な知的な感じの方じゃないですか。騙されてます。昔私マネージャーの時にね、夜中に電話かけたことがある。明日のスケジュールがわからなくて彼氏と間違えられたんです。その時の気持ち悪さって今でもなかった。あ、もしもし、俺やけども、何してたの。おせぶきね、もう気絶しかかったんですよ。いや、ほんとに何してたの、せいじゃない。あ、いや、俺や。もう夜まで遊んでるんだから。俺、電話切ったよ。いや、ほんとにその晩、俺朝6時まで寝られへんかった。マジで。1問目はこれです。ね、グアムのホテルでさんまさんが驚いた出来事とは。グアムのホテルにコマーシャルで行きましてね、私が、ちょっと寝てましたら、うん、ちょっと外がうるさかったんですよ、うん、何やこれうるさいなと思ったら、そのうるさいことをこのマネージャーがやってたんです。9時ぐらいでしたっけ、あれもっと早かったかもしれない。8時ぐらいでしたっけね。私がパッと出たらうわーっていうやつです。さあどうぞ。すっぽんぽんで浜辺を走り回ってた。面白いな。すっぽんぽんで浜辺を走ってたに近いですね。近い、まあ、近いというか、そこは浜辺じゃないんですよね。浜辺じゃない。じゃあプール。さあ皆さん、ね、いやプールで真っ裸で泳いでた。真っ裸じゃないですよね。プールで。プールはプールで。さあ、お風呂入ってた。全然違う。朝の8時から。はいはい、皆さん、プールでドレスアップして踊って、泳いでた。その泳いでたんですけどもね、プールにはプールサイドには人がぎょうさんいるんです、うん、でもこいつが中に入ってたがために、その外人さんたちはもう嫌な顔してたわけですよ。朝の8時、さあ、プールでうんこをしてた。みんなが入れないでしょ。汚い。分かった。さあ皆さん、プールの中でそこら泳いでる人にもう片っ端から迫ってた。そんなことはしないですよね。だからプールで何をすると大体迷惑。さあ、カンペさん、洗濯。また行きましょうか。なんでよ、なんでよ、今マジで。なんでよ、これもうつけたら。ちょっと待ってよ、今ボケようとした言葉じゃないのよ。マジだったんですか。マジやで。マジで言うてくれた。マジやのに。どこに言うの。一発で決めよう思って言うたんや。全然決まらなかったけど。泳いでたんです。泳いでた。泳いで迷惑かかるといえば、泳いで迷惑かかるといえば、あの原さんのマネージャーにおっしゃってくれません。テレビカメラの横で必死で答え考えるのやめてください。これは言うときますけど、トーク番組なんですから。この間から先週からうるさかったんですよ。大きな声で答え言いっぱなしです。違うわよ、こっちは。普通はね、普通は、はい、はい、浮き輪つけてた。違う。女でやるとおかしいものは、
草カッペさん。プールの線を抜いてた。金さんもあげて。抜くかそんなもん。いやこれボケようと思ったように違うよ。ほんだらこれいいんだよ。ボケよう思ってボケよう思って。そうでしょ。平泳ぎとかクロールならね、うん、まだ許せるけども、うん、上手い人がやれば別にいいだろうけども、この泳ぎ方ほど下手なもんがさあ。バタフライで泳いでた。全然違う。正解や。外人さんがねみんなね泳ごうとしたらこういうこの川のバタフライの練習したんですよ。バシャッバシャッ。朝8時からバタフライの練習普通します？進まないんでしょ先にね。バシャッバシャッバシャッってやってるわけよ。これなんだあの日本人は思ったら俺を見つけてね本当になんかどっかの映画のワンシーンみたいにね、はい、おはようございます。あの時ほんま俺寝起きやったからよかったけども元気な時はそのままのピクいってバーンってそれぐらいすごかったのよ。見事ね、見事答えてしまいやがいましたね。仕方ないからくれてやりましょうね。朝日だんだん俺たち分かり合ってきたよね。仕方がないからくれてやれよ。越後やお主もあるじゃの。おばあちゃんです。さあこんな川のに誰がした。すごいね。同じ距離なの。あ、長崎。美和さんって長崎なんですか。そうよ。長崎どこですか。市内。あ、そうなんですか。そう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 。だから本石地は平和町202番地ってほら原爆の銅像があるでしょ。はい、あそこなの。はあ、なるほど。で育ったのは色町の方で育った。原さんはどこなんですか。東京です。あ、東京。あ、田中さんは。徳島です。徳島。神戸さんは。高知県です。はあ、田舎者の寄り集まりやね。朝日さんは。私は東京です。あらま、長崎。僕は奈良なんですよね。いいとこですね。いいとこですよ。奈良にはね、奈良しかないものがありますからね。鹿の糞。やっと分かり合えてきたもんね。なんで私もなんかまたひびが入ってしまったね。いやねえ、君一皮むけてない子よ本当に。ダメ。奈良には本当にね、はい、いろんなものがありますからね。今変な手つきしたわね。見てました。ね、どんな手つきました。どんなことしたの。もう一度やってごらん。どういうことしたの。一皮むけてない子よねって言った時どうしたの。今動きはごめんなさい。いや、そうよ。どうしたの。ごめんなさい。こうやったの。なんか最近怖いものがなくなってきました。嘘。嘘。怖い。変わるとそっくりになってきたよ。変わるのも怖いもないのよ。一番最初なんか今日の田中陽子ちゃんよりも俺に対してはすごかったんですから。サインさんの前でやってる時なんかサインさんの楽屋でサインさんが着替えてる横でこんな座り方してこう言ってたわけですよ。ね、ほいで俺が舞台が終わって楽屋来て三振にゃん三振さんがいらっしゃるからどうもお先に勉強させていただきましたって言ったら新入社員ですよ。新入社員やのにこんなことしながらお疲れって言ったら、ほいで俺らてっきり三振さんがおんなよ思ってものすごく丁寧にあどうもお先に勉強させていただきますいつも三振さんにはお世話になってます。今後ともよろしく。あ、さんま紹介しとくわ。吉本の新しいマネージャーどっちとこう。そういうデビューだったんですこの女。さあ、2問目ですけど2問目はこれ VTR 見ましょう。どうぞ。東京のホテル生活だったさんまさん。当時さんまさんのマネージャーだった川野さんがさんまさんをお迎えに行った時のこと。時間なんでよろしくお願いいたします。はいはい。ホテルお迎え事件の巻。レギュラー以外の仕事で朝早い時は必ずホテルやさんまさんを迎えに行っていた川野さん。ロビーでさんまさんを待ち
さんまさんが来るや否やぴったりとついて、その日の仕事のスケジュールなどを話しながら二人揃ってホテルの出口へ。あとひょうきんが CX でありますんで、今日夜中までなんで申し訳ないんですが、よろしくお願いします。ところが今までさんまさんと一緒に歩いていた川野さん、出口手前でさんまさんから離れ別の出口から出てしまいました。変に思ったさんまさんはどうして別の出口から出るのかを聞いてみると、さてここで問題です。なぜ川野さんはさんまさんと別々の出口から出たのでしょうか。これは簡単かもわかりません。さあ原さん、フォーカスされたら困るから近いですね。近いですよ。さあ田中さん、女と思われ、あ、さんまさんの女と思われちゃいけないから。正解来てへんやないの。悪いです、ごめんなさい。いや、まあ別にいいですけどね。許してくださいよ。君悪運持っとくな。どうしてですか。なんで君が2問も正解するの。いいじゃない。ごめんなさい。じゃあ今度から答えませんから、ボケます。じゃあボケます。何かよ、美和さん、原さん、狭間さんをバカにした発言。なんでやろう。まあ、いい。じゃあ1個あげましょうよ。1個ずらしましょうよ。じゃあ原さん、ねえ、ずらしましょう。いらないよね。ありがとうございます。もらうな。もらうな。もらうな。もう君はもう解いたらいいの。これはこれが君が当てたやつだから、君がもう解けばいいわけよ。これはありがとうございます。大人げないですよ、そんな怒ってて。俺は大人げない。俺は滝を割ったような性格だけど、だって私中に餅が入ってんねや。だって私一般ピーの頃からパーテンネンから見てますからね。一般ピー。ちゃんとその一般ピーいう言葉を説明してもらえないか。普通のこの芸能界に入るまでは見てましたよ、ずっと。で俺を見ててどう思ってたわけ。どう思ってたわけって言われてもね、大竹しのぶさんと結婚しちゃったから。その前は好きだったのか嫌いだったのか。好きでしたよ、だって男女7人とかかぶりついて見てましたもん。お前ええやつやないか。好きでしたよ、泣きましたよ私男女7人。どうしてそんな好きな人の前でああいう態度取るわけ。裏目に出たんだ。そう、裏目に出るんですよ。君だけはサービスよ。もう遅いね。番組スタッフとともに焼肉を食べに行った時のこと。焼肉屋事件の巻。一仕事終わり食事を楽しむスタッフ、一方脇目も振らずにカルビを食いまくる川野さん、会話を楽しむスタッフ、ひたすらバコバコ食いまくる川野さん、のんびり食べるスタッフ、相変わらずバカバカ食べる川野さん。あー美味しかった、ごちそうさま。さてここで問題です。満腹の川野さんはこの後何をしたでしょうか。まああんな上品な食べ方ないよね川野。そうですね。もっとすごいですか。もう手で掴む勢いあるからね。兄弟が多かった。こんな感じですから。なんか今でもね、のんのに表紙になりそうなスタイルでしょ、ね、スタイルはね、スタイルはね、顔はあかんのかよ。何や、女か言われたら腹立つな川野。何やねそれ。彼にも俺のマネージャーや元。お前吉本の仲良しとね、そんなにブスか。なあ、そんなに顔が四角はいかんのかよ。そんなに南新坊に似てんのはいかんのかよ。え、言ってみ、何川野言うだったろ。ダメダメですよ。長い口が大きな、そんなにいかんのかい。川野突っ込め、あんたが言い過ぎやんって。それ笑えるパターンや川野。そうそう、あんたが言い過ぎや。お前違うやん。なんだ横ちゃん、はい、アシスタントできる君。はい、こちらどうしたでしょうか。はい、ズボンかなんかでファスナー下ろした。お腹いっぱいだからベルト外す、緩める。ああ、いい線ですね。え、いいですよ。さあ皆さん、スカート脱いだ。
皆さん3万あげてね。スカートは脱がないですよね。さあ寛平さん、みんなの前でゲップを出したいいですね。何をすんねんお前は、女のくせにですよね。ゲップじゃないゲップじゃなければ、さあゲロあれ焼肉屋では、皆さんどうして食べてますかね。さあ皆さん、ああ食った食ったっつってお腹を出したの。いいですね、食った食ったお腹を出すんじゃなしに、服は着てます。服の前には、服の前には、服の上には、さあカンペさん、ブラジャーを外してる。なんで器用にブラジャーだけ外すの。いや苦しいからブラジャーはそれほど胸はね大きくないようですよね。さあこういう跳ねるのよけてエプロンみたいな、エプロン、さあエプロン、エプロンで何かしたの。さあエプロン、あーくさあエプロンだって言ってエプロンを外すの。さあ、あエプロンを、あーくったくったでエプロンを外して、それでエプロンを焼いて食べた中継さんもあれだね。何したの。面白かったです。エプロン、嘘ほんま、今の面白かった。ほんま、また何か考えるわさあエプロン丸めた、くちゃくちゃにした。そのくちゃくちゃにする前にどうせなければいけません。外す時に破った。どうした、引きちぎった。正解始まって以来、始まって以来のこれ素晴らしい、素晴らしいですよ。あとはみんな、いや違うんですよ、テンション乗せてくれたのさんまさんなんですよ。私そういう態度取られると頑張らなきゃ、悔しいから頑張らなきゃと思うから、うう最初にテンション乗せようと思って突き当たったんです、ごめんなさい。うん、君アシスタントできる。俺プロタレタント、相原さんです。相原さん、あとでまたゆっくり打ち合わせするから。朝日短いあだやったから。そんなことある。見事パーフェクトは初めて、はい、ね、これはね、川野がね引きちぎったんですよ、はい、紙のやつで、うん、布のやつを、切ったんです。あーごちそうさまでした、ブチンって切れたんだ。ジョジョ園びっくり。それで帰るときにね、どうもごちそうさまでしたーってガムをわしづかみしてお腹がよくつくんですよ。ほんで生田スタジオでね、あれ言ってもいい、言ってもいい、言ってもいいって、いい、生田スタジオってお化けが出るとか評判があるんですよね。知ってます。ほいでね、俺一人で、あの一人のシーンがあったから、ドラマで、であのそこのセットに行こうみたいな、スタッフなんかもちょっと休憩で向こうの方行ってはった。で俺がセットのとこ行こうと思ってこう行ってたら、女のすすり声聞こえるって、出た出た思って、出た思って、どこに出やがったの本当だ思って、パッとセットの方へ戻ったら、川野がカップヌードル食べてた。あれびっくりしたわ。ほんで俺に見つかったもんやからね、本当に幽霊やないけど、いいかな。もうおかしくて、すごいでしょねえ、こうテレビの前でおとなしい川野ね、もう腕利きのまねで、もう将来は竹稽古になりたい言うてね、大名子ちゃん分かりませんけどさあ陽子ちゃん、はい、君みたいな子はもっともっとテレビに出なきゃね。さあ123何番、はい、4番、何番、なんで4番抜かしたんですか。123って言いやすかったやろだろ。4番に何かあるんですか。別にない、君は人の心の裏を読もうとしてるでしょ。そんなことない。4番、1234、じゃあ、うん、さんまさんだから3。おやったー、嬉しい。うっちゃんなんちゃんのシャララ、これ見たことある。あります。あ、そしたらやないの。うっちゃんなんちゃんのシャララ1番は何だったんでしょうかね。前回とかすごい象徴、早朝でしたよね。うるさいぞお前。さあ1番はこれでした。
あ、一攫千金スーパーマーケット、これだったんで、コントーコさんが司会、あ、違う小坂井勝樹が司会やそしてこちら、これはズームイン朝が入ってたんですよ。この辺ですよ、井野が入ってるのはねまたかいな、それそろそろやめよ、これ次は問題児の方に。そうです、グラムでバタフライした女ですからね。うわ、もう一回挑戦してもらいましょう。もう一回あのプールでバタフライをしてほしいです。さあ、夢はもう一回運三万の流れまで、どんどん申し込んでください。はい、出場してくださった方にはですね、ジャパンアメニティトラベルのジャムで行くグアムとペアのペア旅行のチャンスがありますチャンス奇跡が起こる奇跡があなたの手に。まあフィールドオブドリームスみたいなもんですよ、これはね。くじけてどうするんですよ、これぐらいのことで。俺は別にくじけてはいないよ、アシスタントできるよねできるよね、話術ね。もうね、タイアップついてるんですから何人でも来いですよ嘘さあ自分タイアップしたら強いな、この間までビビってたくせに問題児どんどんいらっしゃい。はい、どんどんいらっしゃいということです、はい、おしまーい